はい、それじゃあヘクスフラッシュ陣やっていきたいと思います。6話ガイスカシミニオンが出撃しました。チャーミングチャーハン、普通海外なら盗まれてるで。確かに日本でも盗まれそう。開始開始。やば、何見てなかった、危な。むマジで HP 回復できるの強すぎ、ワロタ。こっち無限じゃん HP。 お前俺 HP 無限だぞ。HP 無限の俺と戦えんのかお前ら。いや、それ従業員が無料でやってくれるのはちょっと。フラッシュ切ったら死んどってやろうが今。お前 W 振れや。振ったな。まだねえなこいつ。いいね、それライブの判断できんのいいよ。フルいけるかな HP。 ナイス、うまいね、ナイス。ゴーストあったらあんまフラッシュいらんやろがい。危険。それは私の手が作り出す。無限の信念。無限フラッシュ陣起動。チャーミングチャーハン、集まれるために行ないとで良さそうやな。そうやな。ダブリ当たったら死ぬかもしれないという恐怖に戦わないといけない俺。おい、お裾分けすなよ。やば。うわー、もうお裾分けのせいやん今。なんで空かお裾分けしに来たん。意味わからんないけど普通に。イート、レックスさんかな？笑い。とか、むとむとむと、今のはひどい。敵を倒しました。ミッドレーンのタワーが攻撃されています。マサイロン、これのお裾分け、笑。え、マジでスコーのお裾分け。
農地やれや全員、農地やれや、この世の人間全員。もうちやれや。うん、みんなでのうちやれや。うん、空かよりも最高ですね。マサイロン、クラッシュインの実演。最高でー。相手がどんだけ育ってても多分動けんぞ。そうなんすよね。まずくねあれ。間に合わねえな。ダブルキル。ノーチやれ。てかさ、何のためにイソラカってサイレンスがあるかは知らんのかな、この人。お祭、サミナが回った時に使うのが強いんですけど。Do you know?農地最強やで。農地来いや。最強やん。ここはみんなノーチやった方がいいぞ。これ我が家もやらせねえよ。サイレンス、マサイロン、ノーチ過労死しまうよ。わら、あ、こっちやね、今の。くれるんかくれんのかわからん。ノーチ来いや。いやでもこれやっぱさ、ちょっとさ、圧ある相手だとフラッシュ切れねえな、あんまり。普通に。まあ普通のことなんだけどさ。ちょっと怖くて。もう血やれ。フラッシュ。お前、脳血死ぬ。ジンやれ。ジンやれ。敵を倒しました。ナイス。いいね。ジス。
いや、いいよいいよいいよ。いや、これぐらいのビルド入ってくるとかなりやりやすい。フラッシュも。で。やべ。こんな1キルも持ってない。いやでもさ、こう1キルも持ってなかったさ、ベイガーにさ、ワンコンで殺されんのさ、結構宇宙じゃない。ベイガーやれ。強っ。ベイガーのカウンターすぎて草。ベイガーのカウンターやね、これ。私たちは皆、現実に飲み込まれる日だ。絵の方が良かったかな。なんか最近時計好きじゃないんだよな、あんまり。それは私の手が作り出す。敵のキリングスクリーン。間違えた。俺が取る、俺が取る、俺が取る。任せろ。俺が取るわ。ミス無理？これねえ、そんなの。えな、やるね。サポートで。ソロ級で。マジで、もうサポートのソロ級のせいだって、本当にもう、うんこ。うんこです。なんか足速くなるアイテムって、やっぱ、これしかないよな。あの、いや、途中でフォーカス変えたからさ、あの、そんなすぐ切り替えれんかった、バロンに。これ死んじゃうからやるやつかなと思う。そうなんや。うおっ、俺さ、セナ死ぬぞ、次。やばい、強すぎる。お前脳知献身的すぎだろ。強え、これ。おい、脳知やれ。最強から。そうそうそう、お待ち、献身的なやつじゃないと脳知やらない。
あ、待って、ミスった。陣の方が楽しくね。陣の方が楽しいでしょ。この戦い方おもろいな。私は芸術家であり、私はなんかね、っていうかなんか普通にね、明治サポートのダメージが出すぎる。割とそのセナ何々ってさ、やっぱその丸々側が結構強いのが、まあ、利点ではあるけど、その別にダメージが出せるサポートって無限にいるんよな。なんかそれでフロントラインもなしに、だからフロントライン系を基本的にセナライナに言っておくけど、このフロントラインが特にないのにセナやる理由があんまないんだよな。だったらラックスでよくねって、ダメージ出したいんだったらアルマでよくねって。敵を倒しました。ネクサスを攻撃。マルファイトの俺とって相手がハズツ以外に避けれません。まあフラッシュに手置いとくやかな。もうなんかマルファイトおるときはもう特に戦いもせず、フラッシュもとりあえず打たせることに意味があるから。霧島ゼロ、最近オリアナメインに使ってたのですが、ヘクスでウルトが避けられる悲しい。ええー、ありがとうございました。ヘクスフラッシュ陣でした。最高最高でした。メタです。ありがとうございました。